よろそくらいの死ねえやつだな。おい、集権屋が来たぞ。没有钱呢，还要送保费。今天算随便都好呢。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前でまで。なんだあいつ。放心公司、放心公司。面包鱼寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。多少钱不讲。我还要拿信用贷装着，感觉很多哎。那我们要缴吗？そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろう。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえは。ハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からネジロがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。どうや、村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしろ。それより2000元な、那么多。2000元持ってるか。いや、とてもそんなにねえ。你刚来哪那么多钱啊。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れてる。靠腰。俺がうまく。他妈的刚来。絶対動くんじゃねえぞ。这个人有没有学会过那个电珠啊？那。第一个月他妈的也不用收租金吧，要先做啊，不然哪个钱呢、啊？哟，南部ちゃん、ケーキはどうや？ケーキのいいホームレスなんていやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝て、だらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。お、大丈夫没事。ああ。哇，你眼力也太好吧。このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。やめろ、騒ぐんじゃねえ。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。好、这个昨天才来没钱。金はねえのに、ま、あったところで払う気もね。昨天才来就没钱这种中文哦。はおい、ナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、
那你去钓虾场是先钓虾才收钱的、啊。那お前みたいにとなった信号は時々いるんだよな。那先付钱的钓虾的、啊，就还没赚到，还没赚到钱、啊。那どんだけ覚えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。哎，不对，我忽然想一下，去钓虾场好像是先付钱嘞。好了，随便他。そういうのだから、別に言ってやろ、リパーソースか。体で思い知ってもらうしかねえな。別に言ってやろ。ファシドス、ファシドス。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号に任せてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こらよっしゃ、行くぜ。お、雨伞怪客難波。哇，怎么这主角的朋友都有拿武器啊？雨伞也可以拿来当武器。負けねえぞ。よし、行くぞ。后头摔。打倒ってこいよ。見せてやれよ。舐めんなよ。とっておき、してみろよ。よいしょ。やってやろう。立て直さねえと。見せてやるよ。この番ね。哎，这个阵蛮强的，好硬哦。見てろよ。強くなっちまったか。難波升級了。てめえ、てめえ、俺がハンピンデューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。こんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。最後のチャンスだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる。10万块日币就3万块台币。優しいこと言って出張ってくれるの。也蛮多的。お前んとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア？あ、暇マフィアか。
ざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、ここで済むと思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島。マジか。何？俺は横浜のことは詳しくねえけど。そう言っとはね。あまりくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。干这个组长一个嘴遁呢。縄張り越えた上にホームレスからは帰り道。組織のメンツも丸つぶれか。被嘴遁呢。報告するか。大変だなこれ。哎呀，哑口无言呢。被个嘴遁呢。什么？なあ、てぇちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ、今日のところは引き上げてやる。帰るぞ。そっか、じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。わ、这主角还会嘴遁呢、凶光明的呢。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。怎样？同宿吗？那个村长瞪了他一下，他好像被中同宿了。すぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。哇，刚刚村长一个同宿哎，这难不好抓住。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。廢話。やっか。どうだ、横浜じゃ中華マフィアが。中華マフィアだけじゃねえ。一人三。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん。赤い靴。女。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。お、他根本讲解分析。哇。そしてこっちがソリアモマフィア。つまり韓国の組織。柯南博士的粉丝是不是？もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この三つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでる。じゃあ横浜青龍会ってやつはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきたためしはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい感情だ。所以这里是东城会跟晋江联盟。よその勢力は決して入ってない。其他四亿都进不来，那不错啊，主要有点不错啊。すげえ例え方だな。じゃあ、その三つが連携して町を守ってんだ。連携？そんなことしてねえさ。この三つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。这个就太笨了。冷戦我们应该要创第四个，然后在中间，然后跟三个地方都保持友好关系。朋友要多，敌人要少。我开始画那个三角形。なるほど。一番よ。
いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことだ。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえか。考えたくもねえな。あの三つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦